柏崎刈羽原発の核セキュリティの不備を受け、改善状況を評価してきた第三者委員会が初の報告書を提出しました。柏崎刈羽原発では、社員が期限切れの入構証で構内に立ち入るなど、核セキュリティの不備が相次ぎました。東京電力は、問題の改善状況を客観的に評価するため、第三者委員会を設置。昨日、初の報告書が提出され、一部で改善が進んでいると評価する一方、不正な立ち入りなどについて、次のように述べました。これはこれまでの努力を水泡に帰しかねない問題であり、本評価委員会としても誠に残念であり、懸念を表明せざるを得ません。本評価委員会では第三者委員会は半年ごとに報告書を提出する予定です。